こんにちは、ドクターネックスです。この動画は告知の動画になります。今回、2022年11月の23日、おそらく23時頃よりメンバーシップを解禁したいと思います。で、まず最初に言っておきたいことは、メンバーシップを解禁したからといって、特に変化はないです。えー、毎週月曜日24時半ぐらいから、えー、ブリーチのアニメ、感想放送。えー、毎週木曜日23時から、定期通常放送。毎週金曜日23時頃から、定期のブレスル放送。 これらは今まで通り行いますで。メンバーシップの特典として、メンバーバッジの付与と、えー、あと、専用絵文字が使えるようになることと、あと、ま、専用のディスコードサーバーを作りましたんで、そちらにご招待したいと思います。まあ、さらに、えー、上位の特典として、ボイスプレゼントとか、まあ、僕の数少ないグッズである、まあ、一個一個手作りしている、熱血ニコニコクリニック診察券、えー、こちらですね。こちらを希望者にプレゼントしたりとか、 あとまあ、ブレソルやってる方は、まあ、ブレソル動画への出演権などとも考えてますが、まあ、まだ正直手探りの状態で今後いろいろ検討していきたいなと思います。もちろんね、今まで通りコメント全部読みますし、どなたでも共闘は可能になります。で、まあ、一番はね、よくね、怖いとか、近寄りがたいとか言われるんですけども、まあ、専用のディスコードサーバー使ってより気軽に質問できたりとか、気軽に相談していただければなと思います。 僕なんかをね、あのー、好きでいてくれる数少ない方々へより手厚いサービスができればなと思っております。興味がある方はよろしくお願いします。